川越の架け橋、ラジオ川越が世界とつながります。月曜日の中継先はカナダです。今週はですね、現地の行事、イベント、言葉について伺う週間ですね。カナダのオンタリオ州にお住まいのマクルーア沙織さんとつないでおります。おはようございます。はい、おはようございます。2週間ぶりです。お元気でしたか？はい、元気でやってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうですか、カナダ暖かくなってきました？少しは。そうですね、だんだん暖かくなって、今日は18度まで上がったので雪も溶けて、びちゃびちゃですけど、ね、ジャケットがいらないので久しぶりに、ほんと何ヶ月ぶりですよね。暖かくて気持ちが良かったです。あ、そうですか。まあ、そのまま暖かくなっていきそうですかね。ね、行けばいいんですけど、まだ雪の予報があったりマイナスになる日もあるので、まあそうやってね、三寒四温繰り返して春に近づいてる感じはしますけど、川越も明日雪の降る予報が、ね、ちょっとね、出てます。ね、今年はよく降りますね、日本も ね本当にちょっと楽しみでありつつ、降っちゃうとね、ね、なかなか、ね、じゃ今日はですね、現地のイベント、イベントと言っていいんでしょうか、はい、サマータイムがそろそろ始まるということをお話ししていただこうかなと思っております。はい、そうですね。こちら北米ではサマータイムっていうよりも、デイライトセービングっていう風に表現することが多いみたいなんですけど、来週ですね、まだこっち、6日の日曜日なんですけど、13日の日曜日から、11月の6日まで、第一日曜ですね、はい、まで、サマータイム、そのデイライトセービングっていうのが始まって、その期間の間は、時計を1時間前に、はい、進める、で、11月の6日の日曜日の午前2時を過ぎたら時計を戻すっていう作業が、必要になります。で、スマホとかね、パソコンは勝手に自動的に、アジャストしてくれるので何もしなくていいんですけど、電子レンジの時計とか車の時計とか、は手動で直さないといけなくて、デジタルでもやっぱり手動で直さなきゃいけないですね。そうそうそう、そこは自動的にいかないので、それを忘れないようにしないといけないんですよね。で、最初のうちはなんか約束事とかね、そうなんですよ、まさにそうでやっぱり混乱しちゃう。その日の約束は、例えばまあ仕事だとミーティングとかね、時差もそれによって変わっていくので、今は冬時間ですけど、日本と、東海岸、トロントの、時差は14時間あるんですね。で、時間が1時間進むことによって、13時間に減るんですけど、なのでそのインターナショナルにお仕事してる人とかは、そこの相手の国の時差が変わるっていうことをちゃんと、考慮しておかないと、1時間ずれて遅刻しちゃうとかね、早く行っちゃったとか、そういうことが起きる。慣れるまではちょっと、そうなんですよね。なので、私で言うと、来週の、放送が終わって、寝て、起きた時には1時間時計が進まってるっていう状態なので、そうですね。じゃあ最初にお伝えしてくださる時間が変わりますね。そうですね。で、なんでその、そもそもね、デイライトセービングっていうのをやるかっていうと、その夏の間ってやっぱり日の出が早くって、日の入りも遅いので、その、お日様が出てる間の時間を有効活用しようっていうこと、で、まあ、そのやる理由の一つは、その、まあ、省エネになる、その、こととか、その光があるので、その分電気を使わないっていうね、そこを目指しているっていうのと、
あとはその活動時間っていうのが日中の活動時間が増えるから、はい、その間に増えたものが経済的に活性化するっていうこととか、うん、あとは、まあ仕事終わる時間はね変わらないですけど、5時までの9時5時の仕事だったら時間が、はい、終わる時間は変わらないけど、うん、1時間早まってるから、はい、進まってるので時計の針はね、うんうん、なので、その余暇の時間を充実できるみたいな、うん、そうですねこととか、うん、あとはまあ早起きをしなきゃいけなく感覚的にね、はい、早起きをしないといけなくなるので、うん、1時間、うん、その効果としてまあなんか鬱とかそういうのが抑制されるとかって言われたり健康面でもなんかしてるみたいです、うん、そうですか。だけど、うん、そのやってるこう継続している国もあればどんどんやめてっちゃってる国もあるんですよね、うんうん、はい、でそれなんでかっていうとやっぱりその1時間時計を早めて、うん、それって1時間失ってることになるので、うん、その睡眠が削られちゃうっていうことで体調不良を起こす人もいるし、あそのうつの効果、ね、抑制の効果って言われてる一方で、はいはい、そういうその睡眠不足になりがちで、うんうん、それをその体内時計合わせるのにやっぱり時間もかかるから、うん、その間の事故とか、はい、うん、なんか心臓発作とか、はい、そういうのが、まあ、一時的ですけど、うん、上がるっていう話もあるみたいで、だから健康に良くないっていう人の意見があって、うん、まあ、あとは混乱単純にしてしまうっていうこととかで、はい、やめてしまえって言ってやめちゃってるところのも多いみたいですね。なるほど、そうですね。今ちょっと地図を見てたら過去にやっていたところとで今やってないところも結構増えてきてるなって思いながら見てました。うん、そうですね、案外やめちゃってる国が多いんですよね。うん、なんかね、うん、日本でもね数年間サマータイムは実施されたようだけど、そうですね、やってたみたいです ね合わなかったようでね取りやめになってしまいましたね。うん、なんか沙織さん的にまあ去年からでしたっけ、カナダに住み始めて、うん、はい、なんかこう失敗だとかあります？私は今のところないし、うん、基本的に早く起きるんですよ、毎日、はい、週末も。だから、うん、あんまりもうそれに今日から1時間減りますよって言われたらそれに、はい、取って生活するのね私的にはあんまり影響なくて、はい、私はフレキシブルだから大丈夫かなって自分で思ってますで夫も、はい、最初のやっぱ1週間2週間はちょっと体がいまいちこうだるかったりとかして、うんうん、あれだけど、でもなんか長い時間そのお日様が出てる時間を有効活用できるっていうのに関しては、はい、うん、いいんじゃないって言ってますね。なんかあれです、夏になるともう夜8時半ぐらいまでまだ明るいとか、もっと長いかもしれないです。9時過ぎまで明るい時がありますね日本じゃ考えられないですね。そうだから、なんかぼーっとして、うん、買い物後で行こうとかって思って、まだ明るいから行かないで行って、はい、びっくりしてみたら、うん、もうとっくに店が閉まってるとかえ、お店の時間もやっぱり遅くまで開いてる。お店は、うん、まあ、コロナでちょっと時間って、うん、なんですか、短縮、うん、してたからかもしれないですけど、はい、まあ、7時頃だったんだけど、うん、お店は7時に閉まる予定で、うん、でも外明るいから、はい、まだ大丈夫ってこう、ね、勝手に思ってて、ね、気づいたらあもう終わってたみたいなでもそれぐらいやっぱり外が一番その夏至の時間、うん、はい、期間は本当にもう9時半ぐらいまで明るくて、うん、朝は5時半ぐらいからもう日様出てて明るくなるので、そういう夏の長い、うん、短いトロントの短い夏なんですけど、はい、そのサマータイムの間は、うん、最大限に本当にね、うん、やっと出かけられる、やっと雪がないみたいな、うん、そんな調子だから、はい、結構やっぱりねアクティブになれる期間がこちらは短いので、うん、そういう意味でもいいんじゃないかなと思ってますけど、まあ、最初はでも9時ぐらいまで明るかったらちょっと体調崩しそうですね。そうですね、うん、やっぱ体内時計がね、うん、
あの狂っちゃうっていうのはありますよね。沙織さんも気をつけてください、ぜひ。はい、はい、ありがとうございます。でですね、こちらの方では今、うん、卒業をテーマにした曲を流してるんですが、沙織さんの卒業の思い出なんてあります？あ、カナダはでも卒業って今じゃないですよね、シーズンね。そうですね、うん、9月入学だから、そういうなんか桜が咲いてなんとかみたいなのはあんまりないし、なんだろう、卒業、こちらの卒業式とか、はい、あのね、大学とかはね、こうやって帽子投げたりとか ね、はい、するけど、こっち、あの、卒業して大学行ってないからわかんない、よくわかんないんですけど。東京にいらっしゃる時はどうでしたか？そうですね、まあ高校生とかの時は、なんかこう、おしゃれね、しながらこうマスカラとかいっぱいつけて、で、なんかわかんないけど卒業式だからってことで、私なんかブルーのマスカラつけてったんですよ、高校に。流行りますよね、ブルーね。そうしたらもう泣いたから、なんかもうすごいドロドロの青いのがなんか男性が怖いって言ってましたよ。そうそうそう。とか、なんかそういう高校生の時はそのイメージ。あとはもう第二ボタンもらったりとかね。驚愕ですか、やっぱり。うん、あの、あ、高校の時はなかったけど、中学生の時はもう、はい、あのもう何ヶ月も前から、はい、あの予約をしといて、もらいました。それ恥ずかしいじゃないですか。あ、懐かしい。あ、でもね、なんかあの、私はその彼のことが、はい、1年生の時からずっと好きだったんですよ、はい、だからみんなが知ってて、はい、第2ボタンは沙織に あげないとみたいな周りのプレッシャーもあって、じゃあその男の子好きになれないですね、他の人はね。あ、そう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 。でもちょっとライバルがいたりして、はい、あの、戦ったりはしたんですけど面白い。なかなかいい思い出の学生生活過ごされてますね。はい、そうですか。第2ボタンはじゃあもらったんですね。もらって、今もカナダに持ってきてないんですけど、うん、実家にまだ取ってあります。そうですか。広瀬くん。あれ、私も広瀬くんでした、小学生の時。あほ、何残っちゃって。そうですか、同じ人じゃないですよね。じゃないといいんですけど。そうですか、はい、これはでも隣で旦那さんが聞いてたらちょっと嫉妬してしまうかしら。あ、大丈夫、日本語わかんないから。大丈夫です。何の話をしてるんだ。そうですか、なんかね、はい、もうね、沙織さんがね、こう高揚してる顔がね、あの、やだ、そうですよね。結構赤くなってます。真っ赤になってる。いや、いい話を聞きました。なんかちょっとね、なんか私も思い出に今浸りました。ありがとうございます、なんか貴重なお話ね。いいえ、はい、すいません。まもなく時間になりますのでね、じゃあ沙織さんの今日、はい、リクエスト曲をご紹介していただこうかなと思います、うん、はい、はい、それを聞いてお別れになります。じゃあ曲の方、はい、ご紹介お願いします。